いや、閉じ気にしに来たね、うん、久しぶり。元気か？元気ですよ。エミちゃんです。カナダいらっしゃい。アレットバザーさんいらっしゃい。グリマイル、ケンチいらっしゃい。デイコいらっしゃい。いや、意味ねえんだよな、正直。今、フワッチで飛んでも。別に今日下ろせるわけじゃないじゃん。実際。ミーやし、カナダアルやし、カナダディケードやし、アニドーフやし、サトやし、ミーやし。意味ねえんだよな。キャスしてたっすよ、さっき。え、見えなかったっすか？If you feel should be 何するの？え、なんでだろう？マジでそれは。だってブロックなんかするわけないし、それはなんか誰かにやらせてもらった方がいいかもしれないですね。でもアカウント番だったらもうそもそもアカウントがないし。あ、ケンチ、あ、玉屋花火ありがとう。フレ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 、あなんでこれ 5ポイントだよ。どういうことやねんこれ。どういうことやねんこれ。何その玉屋って、花火でややこしいな、それ。リカルドに祝電していいか。いや、電話番号知らんくせに。祝電もないも。何やこの花火、紛らわしい。おい、花火やぞ、フレフレやれよ。やかましいだ、お前は。はぁ、え、何これ。おいおいさ、ほらよっと。いや、さっさ、すげえこれ。たまやー、はーん、グトモさん、リズム花火です。リズム花火すごいね、あれ。あ、イクピー、玉屋10個ありがとう。あ、フレッ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 、あー、そんな飛んでるのに20ポイントってどういうことなの。なんでなんそれ。それ無料のやつがあるんだよ。120円で10個。あ、メガホンみたいな感じ？メガホンみたいな。うん。うん、は無料。もらって文句言うなよ。まあ確かにね、それはね、もうよろしくないよ。いいよな、花火だよ。うるせえよお前、その花火ばっかり。
メッシまだですかね。あ、緑の羽根根さん、あ、カキや10個ありがとうございます。あ、フレ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 、あ、かける10個あれです。あ、緑の羽根さん、カキや10個です。フレ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 、あ、すげえ、50ポイントになった。みどりの羽根さん、カキやです。あ、これあれです。あれです。カキや、はあ。あ、ほらよっと、いやさあさ。あら、よいしょ、これでもか。いくぴょ、ありがとうございます。あ、これすげえわ。なんだこの機能、知らないよ。なんなんこの機能は。ナイス。お、あ、リーコ、あれっす。あ、よしよしと、あれ、よいしょ、あ、やーさーさ、えらよっと、うわいっしょ、あ、わっしょいわっしょい。いや、ちょっと語呂がちげえな、今ので。ガルツー見えないわよ。あ、ここにいるわよ。これ1000円どころか2000円になったよ、これ。リアルペインすよかったな、マジで。リアルペイに。おひねよし。空襲じゃないよ。うちの家から空港がめちゃくちゃ近いんだよ。もうお前フア以外で配信すんな、やだやだ。何これ、何これ、アマゾンプライムって。アマゾンプライムの試合なんかしてないけど、なぜだわよ。いや無理。あ、そうなんだ。死んだで、マジ。詐欺メールなや。うおー、いきなりす、あれやった、いやさすか。あ、よいしょ、あ、わっしょい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 、いやさーさ、はーん、消せないんだよ。あら、やった、あ、わっしょい、いやさーさ、あれよっと、あ、わっしょい、あ、わっしょい、あ、わっしょい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 、すえ、はーん。いや、これすごいね、これ。夏だわ、これ。これロケット花火だな、これ。リズム花火って書いてあるけど。3人で踊ろう。いや。いや。あ、S ちゃん、ロケット並みです。フレー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 、すすいすすい、うー、ロケット花火ってことは配信者の方だね。うん、ありがとうございます。配信者の方だね。え、ロケット花火は基本的に配信の人があれじゃないっけ、違うっけ。だからそういう方持ってたけど、やべ、痩せらんといけんわ、マジ。痩せらんといけんから、あの、ご飯早く。アングル変えれんわよ。あ、しずくさん、ハートありがとうございます。
いや意味わかるよ。マティアス久しぶり。うん、これタヌキチってことタヌキチじゃねえだろ俺。マティアスなんか言わないからね、タヌキチは。なんでお前ここで寝るんだよ、意味がわかんない。いやだからフットサル、マティアスって呼ぶよ。嘘つけよお前。ん？花火が飛んでた今。お、エクピ最後にほれ、あ、あのプレー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 、すいません、すいません。あ、エッシャーロケットのレース、プレー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 プレあ、わっしょいわっしょい。あいつじゃロケットの、フレー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 、すいませんすいません。うん、意味わからん、静かにしてとか。あ、ちょっとね、ご飯は、え、お友達タヌエモって名前変わった？なんだその名前、ダサすぎんだろお前その名前。ネーミングセンス悪すぎでしょ。俺よいしょ、やすあさ、あわっしょい、あすいすい、あすいすい、あはーん、むずい。これすごいねこれ、うん、これやばいっすねこれ。足の爪は長い、良さそうだよ、うん、やばいよ足の爪。早くフットサル行けよ。いや確かに行かんといけんね。でも7時に来るから迎えに。うわ、うまそう。今日ステーキかな？今日はステーキかな？間に合うよ。今日はステーキかな？この流れ。日曜日。あれ、よいしょ！ピアさんさん！これもいっと！よいしょ！わっしょい！はーん、むずい。うたもさん、あれだす。まだご飯なんじゃん、まあ、あと何分、あと何分？何入れる？いや、7時には出らんといけないの。7時には出らんといけないの。何入れる？だから7時には出らんといけないの。7時には。いや、手伝えないよ。太ってるから。太ってるから体力温存しとかないと。いや、太ってるから体力温存しとかないとね。いや、全然 OK じゃねえわ。ゴールキーパーじゃねえよ。誰がゴールキーパーだよ。なわけねえだろ。あれ、よいしょ。いや、諦めないよ、うん、
いや、豚だから動けねえよ。邪魔扱い。まあそうなんですよね。行ったら行ったら邪魔扱いされるから。行く必要ねえんだよな。あれ、よいしょ。よいしょ。アイクピーありがとう。はぁ。あれ、よいしょ。いや、さあさあ。へいよー。いやいや。カモン。にに。楽に稼いでるのをガチで言えますし、いや、これしかないんですよ、僕はもう仕事できないんで。これ取ったら何もないです。あ、バグランしたがいいで、コウジ中村。いや、中村はいないね。うん、ないです。仕事したらね、いろいろ発動しちゃうよ、また、うん、一回仕事すると発動ばっかするからね、やばいで。どんぐらい稼いだと、まあ1万はいってないね。うん、大変ですよ、でもこれね。うん、大体時給 1時間で、俺が大体時給670円であっとこで働いてたから、働いてる時は1時間で670円。昔今日何もしてないね。いや、あの今日はね、あのおいしそう、おいしそう、おいしそう、ありがとうございました。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 あら。うわぁ、さあ、あいつさん、マジこれ。あ、歯がいて。どの道そっちで流れるよ。あ、そうか。じゃあ早くしてよ、マジで。本当に。だけもうあと27分で寝るわよ。もう、あ、よいしょ。いや、さあさあ、ほらよっと、あらよ、えへい、フォートナイト、はーん。早く。今急に言われても困るんだって。もっと早めに言っといてもまだわかるけど、今さら聞いてもらうと。そんなこと早く。何だってね。だから簡単なもんでいいんだよ。なんだもう、あらヨットって言われて、大人と言うんだ、これ。はい、これ。よいしょ。何出る？だから何回や、7時っつって言ってんじゃん、何回も。今そこ初めて聞いた。嘘だよ、3回も言っとったわ、7時って。
はい、早く早く。早くしないと。じゃあもう今これ買って、そうめん、あんたそうめんだけでいいわ。なんでそうめんの？だって分かんない。やべ、あれがね。よっしょ、いや、そらさん、いやいや、ほら、やっと。やば、あれがね。ちょっとね、あの薬がないとまずいっすね。ただ、あった。これが必要よ。いや、ドハドじゃねえ。精神薬じゃねえよ。お？ウソプロゲン。いや、間に合わんくんねが迎えに来るからね。間に合わんない。いや、もう。あんたそうめんでいいわ。なぜそれ？これはなんか。まあ、それ体にいいから。体に健やかなやつじゃん。肉の。ささみじゃねえね、これ。できもいらんでしょ、もらったけど。いらないですね。体は健やかだよ、ささみは。でも中まで焼けとるかいな。そういう心配なんだよね。ちょっと切ってみんとわからんわ。中が生だったらやばいし。まだそうめん食べてしまうんだよ、もう。そうめん。うん。食べてしまう。だからそうめん。いや、いります。海苔は？いります。なんだよこれ、チキショウ。手で食うなよ。箸、箸。あんたどこ？
あんた箸が夜中に箸使うわけになるべく知ってんの。手で食うなよ、マユ。なあ、箸でしょ、普通箸。ああ、普通箸だろ。箸ぐらい自分で出す。あんた何度なんでも。あちゃー、真っ黒けになった。やばい、やば。何が餃子か。やば、やばすぎ。何見える？餃子？これだよ。やだ、だし巻き卵。だし巻きだけど真っ黒けー。あ、ごめん、箸取らなかったわ。お茶だけ取って。いつしようかよ。そこね、あれ、海苔。うん。いや、別にめちゃくちゃでもいいんだよ。めちゃくちゃに食べれる代物ならね、食べれる代物ないけど食べれる。あ、見た目じゃねえ、味だから。うるさいな、ノリ。黒けだし。いいじゃん。もっと食べる。うん、まあ、お父さん、お父さん、ご飯真っ黒けになった、急いで作って。あ、おいしい。マジ？めっちゃうま。そうでしょ。めっちゃうまい、この卵焼き。そうですよ。すごい、すごい、なんかグロテスクな卵焼き。あんた今日花火大会でも行ってくれば。花火大会？どこが花火大会だ。小原。小原も終わったよ。氷川か。あー、でもダメ、夜車運転できらん。誰かに乗せてもらうと思う。今日なんだ、そういえば、うん、今年は遅かった。毎年もっと早いけど。いや、いつもこんぐらいじゃないっけ。違うよ、8月のなんか7月13日とかさ、そういう感じなんですけど。いや、そんな、こんな8月のもう終わりなんかじゃないんですって。お父さん、お父さん、ご飯。こんにちは。あ、こんにちは。さっきから何を大きな声して。いや、ふわっちのアイテムが飛んでたんで。ふわっち、でも明日ですか。あの、0時を回らんと、あ、脱線がよ。そうだよ、0時まであと。大きながいつもあれ、あ、言ってないとんだったら、うん、な、うん、何が。なんでもない。おでんにはお母さん、あれが、おこわか。おこわもらったけんけど、おこわみんな食べていいってや。全部食べたら俺と思って。お母さん半分食べる？いや、まあ、あなたが食べる。
動き始めたわ。残った分だけってみんな食べてしまう。動き始めたわ。もう終わった。そうめん。オッケーだ、そうめん。動き始めたわ。クソつまらんな。そういう問題じゃない。これ何までやる？10時くらいまで。このよしきさんって人はなんかすごいよね。大好き。何これ？平八さんもサニーマンさんみたいに配信すれば。何サニーマンって？TJ さんのお父さん。ん？誰のお父さん？TJ さんの親父。嘘。うん、配信してんの？あ、そうよ。つらしななんだ。え、その人って一緒に遊んでられるんでしょ？そりゃそうでしょ。TJ さん頭いいの。アシアみたいなことね。おい！おい！しまったわ、こうやって。今出さんかった？入っちゃうもんだわよ。入っちゃうもんだわよ。入ってるもんって何が入ってるの？もうとても話はやめな。なあ。ああ、いいじゃん。もうやめよう。なあ。いや、やめるとかの問題じゃねえよ。ん？なあ、やめよう。そう、ズボンがずれるようなズボン履くなよ。なんでそんなずれるやん。入っとって美味しい。あ、これこれに入れてもらったの。あ、入れればいいから切って。まさかそうめんも食べとる。なんでアキラだって食べとるの。いや、アキラそうめんだけだわね。いやいや、そう。そう、あれ、いや、アキラのそうめんにも別にシソが。いや、別に食べてもいいけど、違う。だけど、そうめんのあれを切ってなかったんだって、お父さん食べられない。もういいよ。なんか今から切ってあげる。うん、手間がかかるんだって。切るだけで。
最初から切ってるタッパーに入れとけばいいがいい。最初からタッパーに切って入れとけばいいがいい。しそだよ、うん、青じそだよ、うん、そんなもたんのね、タッパーに入れとって。なんで冷凍、冷凍なんか、違う、なんか、しそを、なんて変な、白、なんか、にんにく、にんにく醤油、あ、醤油につけて、なんか、にんにく醤油とかにするといいらしい。いや、しそじゃないだろ。いや、しそ、にんにく醤油。うん。メロン50個センキュー。はいはい。マティアスさんのお父さんお母さん、体のを健康を管理しながら、ハテナ。いやハテナって書いてある。玉やー。